おはようございます。特にお母様がお茶を飲んでいらっしゃいます。ですね、これ除染の道具ですね。ぬか、今回は土壌改良剤に竹の粉、今までは撒いてたんですけども、竹炭という素材にちょっと興味があって、で今日ネットで調べたら25キロで3000とかという業者があったんで、ちょっと買ってみようかなというふうに思います。ですね、で今日はですね、収穫祭こちらのかぼちゃですね。お父さん、うちの父がですね、もう15年以上は多分、作り続けてですね、こんなに作ってどうするんだろうっていうくらい、作って、います。昨年はですね、ほとんど、何か当たらないというかね、かぼちゃが収穫できない時期だったんですけれども、今年はまあまあ、天候にも恵まれまして、収穫できています。これで、まあ、普通のかぼちゃのお料理、天ぷらとかですね、するわけですけれども、お菓子などもですね、作ることができて、例えばタルト。ですね、これ蒸してですね、皮をちょっと厚めに剥いて、蒸して 200g、 それから生クリーム、卵だったかな、お砂糖を入れてですね、シナモンちょっと加えて、フードプロセッサーで、生地を下に敷いてですね、焼くんですけども、これがまた美味しいんですよ。ということで、このかぼちゃがどんな風に変わるか、楽しみですね。近所の方にですね、これから、お裾分けということで、配りに行っていきたいというふうに思います。それでは、地球防衛軍、かっこ仮、今日も活躍します。よいしょと。よろしくお願いします。